はい、今日はですね、信長の野望覇道初陣スペシャル1月21日放送のですね、内容と感想を言ってまいろうと思います。年貢シューターと申します。よろしくどうぞお願いいたします。内容といたしましてはですね、豪華ゲスト田村敦史、えなこ、青木源太さん、元日テレのアナウンサーかな、青木さんはね。でえなこさんはコスプレイヤーでね、一番有名と言ってもいい。で論文の田村敦史さんですね。田村敦史さんはなんか城好きで有名だそうで、まあ、番組内でも犬山城のですね、甲状腺やってましたけども、すごい甲状腺詳しかったですね。甲状腺というかお城に詳しいので、あのマス型小口みたいな仕掛けがあるといいなと思ってこのゲームやってみようと思いますみたいなね。マス型小口ありません、敦史さん、すみません。なんかね、弓を配置したりとか矢倉を配置したりとかね、マス型小口を活かせるような仕掛けを作っておりませんので、はい、あればね、いいですよね。そういう風にあればいいんですよ。だからなんかやっぱりね、この放送全部見ての感想ですけど、結局この放送どんな放送だっていうと、チュートリアル、もうこれからやる人用の放送だったんですね。だから今やってるもうゲームをですね、もう1ヶ月ぐらいもうプレイしてますっていう人用の放送にはなってないわけですよ。この細かい仕様がどうだこうだってね、この間こういう仕様の変更があってとか、新しい仕様変更、こういうのガツンとやりますよ、こういう仕様を実装しますよっていうことは一切なかったですね。もうこれからやる人用、こういうゲームですよっていうということで、有名人を起用してですね、宣伝しようという感じの生放送だと私はね感じました。でゲスト2人と MC ともう1人ですね、三国志波動でいう伊藤プロデューサーのところの枠があるんですけど、そこをですね、タカピーですね、タカピー、これ多分社員さんでちゃんとしたプロデューサーの方だと思うんですけど、ここはちょっと何と言いますか、濁してきたというか、キャラクターにしてきましたね。あ、やっぱり伊藤プロデューサーの結構あの人偉いんですよね。あの渋沢公ブランド室長なんかなんかですよね。だから渋沢公に結構近い、なかなかのエリートなんですよね、伊藤プロデューサーは。まあその域まで達してないかわからないですけど、今回は姿を出さなかったですね。こう見るとやっぱ伊藤プロデューサーなかなかね偉いんだなと思いましたよ。はい。ただ伊藤プロデューサーに比べてタカピーさんはですね、かなり詳しかったです。仕様にも詳しいし、戦国時代にも詳しいし、かなり信頼できる人物でしたね。はい。伊藤プロデューサーの場合は、何でしたっけみたいなね。ちょっと確認してから後で言いますみたいな、多いんですけど、ちゃんと把握してましたね。結構、急に言われても把握できてるタイプのちゃんとした人でした。はい。なぜかですね、真ん中に配置されていたのが渋沢公の鎧ででして、これをですね、えなこさんがですね、えなこりんがね、なんか持ち上げたりするのをこう、田村敦史がこうね、じっと見てる。ね。田村敦史は渋沢公がどれくらいの、すごい人物かっていうのが分かってるらしくて。で、僕はといえばですね、チャットでですね、えなこりんの谷間は縦彫りとかね、えなこりんの谷間は騎馬突撃とかね。なんかそんなことばっかし言ってました。結局はね、皆さんね、結構チャットで言われてたのが、移転令を安くしろっていう、意見がすごく多かったですね。もう番組の内容に関係なくて、そういえばもう移転料が高いんで安くしてくださいっていうね、感じが多かったです。この領土線の仕様どういう風に変わってったかっていうのをちょっとそういえば追ってなかったなと思ったんですけど、1月10日にまず変えに行って、それから 3回ぐらいですかね、 2、3回仕様が変わって今の感じに今落ち着いてると思うんですけど、ですね、一応確認で領土線のことですね、見てまいりましょうか。これね、文字がね、分かりづらいっていうね、大絶賛分かりづらいですね。攻撃命令が可能になる都市を時代名家と領土線を行っている里から
参戦中の領土に対して領土戦を行っている里に変更。これはですね、時代明家と領土戦を行っている里だとかなり間口が広すぎたんで、参戦中の領土に対して領土戦を行っている里に変更と、対象の領土に領土戦を行っていると判定されるのは以下です。制圧を実行している領主、開戦時か領土戦中に待ち伏せ遊撃の部隊を出している領主、領土内に里がある領主ということですね。だから大体、領土内に里があったりっていうのが多いのかな、カウンターを打てるのは。待ち伏せ遊撃出せるのってね、かなり近くにいないと出せないですよね。だこれによってですね、これは C かな、 C ぐらいだと攻められたら結構落とされちゃいますけど、 B ぐらいだと、まあ、救援でその B のこの戦闘中の土地に飛んでいって、移転霊で飛んでってカウンターかけて、ね、攻撃してる里に向かってカウンターかけて勝てるかどうかっていうね感じですよね。まあ、結局こっちの量が多ければ勝てるしみたいな、少なければ負けるみたいなのがね、まあそうなるっちゃなるんですけど、まあ1月10日以前よりもですね、城が飛ばされるっていうことがねかなり増えたと思うんですよね。城というか里か、自分の里が飛ばされる、敵の里が飛ばされるってことが増えたんで、移転霊をですね今までより使うと、移転霊の消費気になるようになってきたと思うんですよね。だからもうちょっと移転霊を増やしてもらうか、この配布してもらうか、安く買えるようにしてもらわないと、結構移転霊でね、まあ、課金まで言わないけど5万5000枚使いましたとかね言ってる人もいますし、移転霊が少ないと感じてる人は結構多いんじゃないでしょうか。多分ね、生放送見に来た人の中にはそこら辺なんとかしてくれるのではっていう期待を込めて生放送見に来たけど、チュートリアルですねこれは、新規の方用ですねって。なるほど、このゲームこれから始めるつもりですよ。まだテスト中ですか、僕たちのゲームは。あれ、僕たちもしかしてまだテスト中ですか、これ。テスト中ゲーマーですか、有料テストですか、課金テストしちゃいましたかっていう感じですね。この名称10枚放送でいただきましたけど、あと5番戦国1059枚ですね。ね、論文淳が引いた信長ぐらい配ってくれたってよかったんじゃないのと私ね思いますけど、ね、しかもですね、この無償小判1059枚ってツイッターのリツイートが1059に達したらプレゼントするっていう内容だったんですけど、800しかいかなかったんですね放送で。ちょっと大丈夫かなこのゲームっていうねところがね最近あるんですよ。いや僕なんかもね、動画出しても最近まあ動画がつまんないかもしれないですけどね、ちょっとね反応が悪くなってきたんですよ。反応悪いっていうのは、例えば投稿して1時間2時間での再生数の伸びだとか、まあ結局はまあまあ今までと同じぐらいの再生数にはいくんですけど、最初の伸びが悪いっていうのはあんまり興味がないんですよね。もうみんなが興味あるとすぐ見てくれるんですけど、あんまり興味ないから、もう興味がちょっと薄くなってきてる人が多いから、後で見ようっていう人が増えてきたのかなっていうね気がいたしますね。ちょっとそこら辺ね、まあこれから新規プレイヤーが入ってきてまたね、あんまり気にすることじゃないのかもしれないですけど、ちょっと今ですね、一番最初のリリース当初よりは、まあ私の動画に対する興味だけはちょっと反応悪いかなっていう気がいたしております。はい、まあ、領土戦に関連してですね、まあ、領土戦続けてる理由の一つとしてですね、 S 城の確保があると思うんですけどね、 S 城一体いつオープンするんだっていうのがね、わからないっていうのがありますよね。参考になるかわからないですけど、三国志波動の場合はですね、オープンして2ヶ月して S 城の城を使ってですね、 S 城をどれだけダメージ与えられるかタイムトライアル
が始まったのが2ヶ月目でしたね。だから12月に始まって今1月なんで、あと半月したらその S 城をどれだけダメージ与えられるかタイムトライアルが始まるかもしれません。だから S 城の解放ってまだかなと思いますね、僕はね。まあ、多分解放するならするでそれなりのですね期間を設けて告知はすると思うんで、今してないってことはまだですね、ということはね。だから S 城の解放はまだだと思います。来月以降じゃないかなと思いますね。で、S 城解放してその後落葉なんで、やっぱりね一番最初のシーズン5、6ヶ月はやっぱりやるんじゃないかなとね思いますね。この様子だと全然父として進まないんで、 S 城解放するのに3ヶ月、SS 解放までに またねちょっとかかってみたいなねことをやるんじゃないかと思います。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございます。グッドボタンをお願いいたします。またんご。